4月、新年度が始まって多くの小中学校では健康診断が行われました。子どもたちの成長を見守るために大切な健康診断ですが、不登校などで学校に来られない子どもたちをどうするのかが今問題になっています。文部科学省の調査では、不登校の子どもの数はおよそ30万人に上っているということですが、その中には学校に行けないために健康診断を受け入れられないままの子どもさんが多くいるわけですよね。本来なら見つけられたはずの病気が見過ごされて、一生続くような深刻な影響が出てしまった例もあるということです。取材した横浜放送局の佐藤瑞希記者に聞きます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。佐藤さん、不登校のために健康診断を受けられていない子どもたち、どのくらいいると見られているんでしょうか。はい、全国を網羅した調査は見つかりませんでしたが、参考になる数字があります。今回大学院で不登校と子どもの健康をテーマに研究している福岡県北九州市の斎草麻里さんを取材したんですけれども、この斎草さんが不登校を経験した子ども225人に健康診断を受けたかどうか調査したところ、健康診断を毎回受けられていたのは1割程度で、受けた時と受けなかった時があると答えたのが3割、ほぼ受けなかったと回答したのが4割でした。不登校の子どもたちの4割がほぼ健康診断を受けていないと、その結果将来の深刻な影響につながった例もあるんですね。実は斎草さん自身が子どもの頃に不登校で健康診断を受けられなかった経験があるんです。小学校3年生から中学校3年生まで不登校だったということなんです。ご自身にはどんな影響が残ったんでしょうか。はい、小中学校の健康診断では通常身長や体重のほかに栄養状態や口の中の病気、心臓疾患、骨格の発達などを検査して、異常が見つかった場合は医療機関の受診を進めるわけなんですけれども、斎草さんは不登校だった7年間こうした検査ができませんでした。それで取り返しのつかない影響が残ったということです。まずはじめに異変が現れたのは歯でした。中学3年生の時に奥歯が10本以上虫歯になる口腔崩壊を経験したということです。このため斎草さんは上下左右ほとんどすべての奥歯の神経を取ることになりました。その影響で今も奥歯の根元が生んできているということです。奥歯が10本以上と聞くと、まあ、大変だなと思いますけれども、食事もうまく取れなくて栄養状態にも影響してきそうですよね。はい、さらに深刻なのが背骨の異常でした。斎草さんは腰や肩のひどい痛みに苦しんできました。20代になってから整形外科を受診したところ、背骨が曲がってしまった状態で側弯症と診断されました。実際斎草さんに背中の様子見せていただいたんですけれども、体を前に倒すと背中が向かって右側に大きく傾いているのが目で見ても分かりました。その側弯症の診断っていうのは、小中学校の健康診断では項目に入っているんでしょうか。はい、項目に入っています。ですからもし斎草さんが学校で健康診断を受けていて、成長期に側弯症を見つけることができていたら、コルセットで治療ができていたということです。それが20代になるまで分からなかったということですね。はい、斎草さんによりますと、どこの医療機関に行ってもレントゲンを取るとお医者さんからひどい側弯だねと言われるということです。それで次に必ず小学校とか中学校で何か言われなかったのと聞かれるということなんです。そこで斎草さん、自分は学校に行っていなかったので健康診断も受けていないんですと答えるのが毎回のパターンだということです。そうなってしまうと、こう日常生活にも影響出てきそうですよね。はい、斎草さん側弯症の影響で常に腰痛や肩こりに悩まされていて、長い間座っていることができません。さらに去年は十二指腸の病気になって嘔吐が止まらなくなり、体重が10キロ落ちたということです。これも側弯症によって腸が圧迫されたことが原因の一つだと見られています。今から側弯症の治療はできないんですか。成長期を過ぎてしまった今では背骨にボルトを入れる難しい手術しか方法がないということです。斎草さんはリスクがある手術は選択せず、痛みに耐えながら生活しています。
学習は後からいくらでも取り戻せると思うけれども、健康は取り戻せない。不登校の子どもの健康の問題は重要な問題だけれども、今まで見過ごされてきたとお話ししていました。なんかね、こう不登校の健康の問題っていうのがかなり重要だっていうことは分かってきたわけですけど、その不登校の子どもにとってですね、健康診断を受けるためだけにでもですね、学校に行くのって難しいことなんですか？はい、不登校でも子どもに健康診断だけでも受けさせたいと思う保護者さん多くいるんですけれども、学校の健康診断は医師が決まった日時に学校を訪れて集団で行うのがほとんどです、心身の不調やいじめなど様々な理由で不登校になった子どもたちにとって、健康診断のために学校に行くというのはハードルが高いです。例えば横浜市のフリースペースタンポポには不登校の子どもたち20人ほどが通っているんですけれども、その多くが学校の健康診断を受けられていません。このフリースペースに子どもを通わせている保護者さんに取材しますと、学校に行けなくなってからは健康診断を一度も受けられていないという声や、放課後なんとか身長だけでも測りに行こうと子どもを言いくるめていったんだけれども、子どもは学校の敷地自体に入りたくなくて前日から泣いたりしていたといった声がありました。そうしますとね、学校が無理なら一般の医療機関で子どもに健康診断を受けさせるということはどうなんでしょうか？はい、保護者の中には複数の医療機関を回って子どもに健康診断を受けさせている人もいました。ただ健康診断というのは医療保険の対象外なので、費用や時間の負担が大きくなります。そこでこのフリースペースを運営する NPO は、一般の医療機関でも学校と同じように子どもが健康診断を無料で受けられるようにしてほしいと去年横浜市の教育委員会に要望しました。ところが回答は、学校外での受診は困難、できる限り時間帯を調整するといった内容だったということです。でも時間帯の問題じゃないですよね、これは。はい、いくら時間帯を調整しても、そもそも学校に行けない子どもは健康診断を受けられません。そこでこのフリースペースでは署名活動を行って賛同者を募り、市議会に請願を提出し支援を求めています。学校以外の場所でも子どもたちの健康診断を行っている自治体というのはないんですか？学校外での健康診断を実現している自治体もあります。大阪府の吹田市を取材しました。ここでは医師会の協力で内科、耳鼻科、眼科、歯科のうち歯科を除いては学校医となっている内科の医療機関でまとめて健康診断が受けられるようになっています。費用についても3年前から補助が受けられる仕組みを作っていて、歯科も含めて保護者の費用負担はないということです。さらにその医療機関は自分の学区にあるものでなくてもいいので、例えば同じ学校の子どもと会うことが怖い子どもなどは少し離れた医療機関に行くこともできます。吹田市では昨年度はこれまで健康診断を受けていなかった子どもの2割にあたる157人が健康診断を受けたということです。吹田市ではなぜこうした仕組み導入したんでしょうか？背景には市民からの要望もありました。例えば吹田市のフリースクールココ代表の三品元明さんも、子どもがマスクを取った時に虫歯だらけだったことに驚いて、5年ほど前から学校以外での健康診断を求めてきたということです。まあ、こういう取り組みがさらに広がるといいですが、佐藤さん自身は取材を通してどんなふうに感じました？この問題を伝えてから多くの反響を得る一方で、一部で親や本人の自己責任だという声も聞かれました。子どもが不登校になると傷ついた子どもを何とかして生きていかせることが精一杯で、健康診断まで考えが及ばないというご家庭も多くあります。斎草さんも母親も症状が出ている病気の通院などは行っていましたが、健康診断までは考えが至らなかったということでした。また子どもの権利条約にもある通り、すべての子どもには健康に成長する権利があります。乳幼児検診や予防接種が幼稚園や学校に通っているかどうかを問わずに無料で受けられるのと同じように、学齢期の子どもの健康は社会で保障するべきで、吹田市のような制度が全国に広がっていく必要があると私は考えます。それからもう一点忘れてはいけないのは、不登校の子どもの中には家から出ることすら難しい子どももいるということです。
こうした子どもにも無理を強いることなく、どう健康を守っていくかも真剣に考える必要があると感じました。Nラジセレクト、今夜は学校で健康診断を受けられない不登校児の抱えるリスクやその後に残る影響について、横浜放送局の佐藤瑞希記者に聞きました。